ドリームキャッチご褒美。皆さんこんにちは。さあ今回もやってまいります、ドリームキャッチ広報部。私広報部長かっこ仮のかっこ仮の瀬戸和樹です。よろしくお願いします。いつになったらこのかっこ仮が取れるんでしょうね。謎です、永遠の謎です。全ては神のみぞ知るということでしょうか。まあそんなことは置いときまして、これまで振り返ってお送りしておりましたドリームキャッチ秘書各回なんですけれども、今回はですね、いよいよ半分を超えて折り返し、いよいよ後半戦に差し掛かってきますね。ドリームキャッチ秘書ボリューム5について今回は振り返っていきたいなと思います。最後までどうぞお楽しみに。では参りましょう、ドリームキャッチ広報部レッツゴー。ドリームキャッチ広報部、改めまして皆さんこんにちは。ドリームキャッチ広報部、広報部長の瀬戸和樹です。さあオープニングにもねご紹介しました通り、今回はドリームキャッチショーボリューム5について振り返っていきたいなと思うんですけれども、もうボリューム5ということでもう5回も振り返ってきてるんですね。まあこれでもまだまだ折り返し、まあ、後半戦に差し掛かったばかりですので、内容盛りだくさんでこれからもお送りしていく予定でございますが、このドリームキャッチショーボリューム5、実にたくさんの方がアーティストとして出演してくださいました。ありがとうございます。さあそんな中ですね、出演者の方をご紹介していきたいなと思うんですけれども、まずは恒例のスペシャルゲストの方のご紹介から参りたいなと思います。声優としてだけではなく、スーパー戦隊シリーズ宇宙戦隊キューレンジャーで皆さんご存知の方も多いんじゃないでしょうか、声優にして歌手の畑野智博さん。イエーイ。いやこの人のライブパフォーマンスが圧巻だったんです。もうね、畑野さんのパフォーマンスを見にファンの方がね、ライブ会場に足を運んでくださっているんですけれども、こう、なんて言うんでしょうね。言い方ちょっと乱暴かもしれませんけれど、ファンの人の乗せ方がすごい上手なんですよ。こう、会場全体を巻き込んで一つの塊にしてしまう、そんなね、パワーのあるライブパフォーマンスを見せてくださいました、畑野智博さん。打ち上げの後のですね、一緒にお食事をさせていただいたんですけれども、ジョッキ片手でグビグビ飲みながら夢を語るその姿がワイルドでかっこいいなと思って本当にすごい、もう始まりから終わりまでめちゃくちゃすごい方だなと思って拝見させていただきました。本当にご出演ありがとうございます。そして他にもたくさんの方が出演してくださいました。今回ですね、ドリームキャッチ秘書ボリューム5は実に初めましてが多い回になったんじゃないかなと思います。ご紹介いたします、遠藤美玲子さん初登場でございますね。そしてご自身歌うだけではなくて激しいダンスパフォーマンスも見せてくださいました、水瀬真知さん初登場でございます。まだまだいますよ、水代司さん、さらにカルミアベルのお二方。そして今回ですね、異色の回となったと言えるんじゃないかと思います、ドリームキャッチショーボリューム5なんですけれども、歌に合わせたオリジナル衣装で持った演舞、盾ですね。もうね、ケンケンゴーゴーの激しいアクションをライブステージ上で披露してくださいました。鳥羽優子 VS 百楽連歌。このユニットの皆様でございます。いやー、百楽連歌というユニットの方々はですね、もともと盾とかね、様々なパフォーマンスを披露してくださる方なんですけども、今回、歌に合わせての演舞ということで、大変僕にとっても新鮮だったんでございます。本当にありがとうございます。さらに、ルリルコのお二方と、ここでですね、オープニングアクト、これまで今ご紹介してなかったんですけれども、まあ、僕が勤める時もあった、まあ、それはもうね、本当に緊張しっぱなしだったんですけれども、今回はですね、レギュラーとして出演してくださっております、飴沢祐樹さんと、鳥羽優子さん、このお二方がですね、オープニングアクト初じゃないですかね、オープニングアクトデュオで登場するっていうのは、ライブパフォーマンス見せてくださいましたといった形で、本当にたくさんの方が出演してくださいました。ドリームキャッチ秘書ボリューム5、たくさんの方のご来場誠にありがとうございます。いやー、僕もねこのドリームキャッチ5回目の MC ということで、出演させていただいたんですけれども、まあ、なんとなく慣れてきたかなっていうのとね、ライブって結構タイムスケジュールが結構厳しくてですね、
結構次のパフォーマンスから次の出演者の方までの間のこうつなぎの時間が短い時に僕が何とかしてね回さなきゃいけなかったりとかで結構ねプレッシャーを背負いながらだったんですけれども、相変わらず皆さんの温かい応援のおかげで何とかやり遂げることができました。重ねてありがとうございます。さあということでドリームキャッチショーボリューム5、今回振り返りましたけれども、次はドリームキャッチショーボリューム6、いよいよ両手じゃないと数えきれなくなりましたね。ドリームキャッチショーボリューム6について振り返っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。